どうも、アルフです。お願いします。はい、ということで、本日は、越谷シリアさんに、来させていただいているのですが、まあ、僕一人で、出てるということで、みんなの、グローブ紹介をさせていただこうと思います。みんなのね、使ってるグローブと、そのこだわりポイントというか、まあ、思い出、だったりを聞いていこうかなというふうに思います。はい、じゃあ、それではやっていきまーす。はい、じゃあ、お名前を元気な声でお願いします。坂西聡太です。聡太くん。はい、よろしくお願いします。じゃあ、使ってるグローブ前に出していただいて、とこれは、JB か、ラベルがね、出てきましたね。和牛 JB、珍しいですね、この辺だと。多分使ってる、まあ、理由だったりこだわりだったり思い入れだったりがあれば。1、2ヶ月時間かかっちゃうんですけど、なんかここに刺繍を入れたり、なんか湯もみをしてもらったことです。おお、どこで買ったんですか、これ。アルペン東京。あ、なるほどなるほど。完全こだわりの刺繍とかが入ってるというグローブなので、あのぜひぜひね、グローブって長く使えるもんなので、たくさん使い込んでいってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、元気な声でお名前をお願いします。若井小次郎です。小次郎くん、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあグローブ前に出していただいて、お、 Z 源田選手モデルの小指に本入れ仕様の方だね。こだわり、思い入れとかあれば。いや、まあ源田選手が好きで、まあ、たまたま行った店にこのグローブがあったので、これにしました。なるほどね。多分ね、キャメルだと思うんだよね、もともとのから、はい、めちゃくちゃ使い込んでる、グローブなので、ぜひぜひ、もっともっと使い込んで、その渋いグローブさらに渋くしていってください。はい、はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、じゃあ元気な声でお名前をお願いします。小池匠です。匠くん、よろしくお願いします。じゃあ前に使ってるグローブ出していただいて、すごい笑ってんじゃん。これあれか、 Z 小林誠二選手モデルかな。分かんない。多分、あの Z で、あの小指側っていうか、こっちの方にラベルがついてるので、小林誠二選手モデルかなというふうには思います、多分ですが。じゃあ、このグローブにした理由とかこだわりとか、グローブに対しての思い入れとかをちょっとお願いします。俺なんかおかしいことした。電車で大宮まで行って、お父さんとベースマンに買いに行って、気に入って伝ったので、これが見事です。すげえなよなよ喋るじゃん。はい、俺より背でかいのに。はい、お父さんと電車で大宮にのベースマンに買いに行ったから思い入れがあるっていう。え、はい、そうです。磨いてます。磨いてます。1ヶ月ぐらい、じゃあ帰ったら磨こうか。誰が磨いて、自分で磨くときは、お父さんが磨くとき。はい、自分で磨きましょう。はい、なるべくね、自分で磨いていただければと。自分で磨いた方がいいよ。はい、お前人のこと言えねえからな、この野郎。皆さん、後でぜひ翔平 TV のグローブ磨き動画を見てください。この人のグローブ全部僕が磨いてるんで、みんなはね、しっかりと、グローブ磨いてくださいね。ということで、いいミットではあるので、たくさん長く使っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、お名前を元気な声でお願いします。野中一です。ごめん、全く分かんなかった今。早すぎるな。良一、良一くんね。はい、良一くん、合ってるね、はい、OK、 よろしくお願いしま す, しますじゃあ、使ってるグローブ前に出していただいて、ザラックスか。じゃあちょっと親指側、はい、逆立ちに動いてそう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 、ザラックスのラベルが入ってますね。兄ちゃんが使っててもらいました。おお、じゃあお兄ちゃんの意思も継いだグローブになるのかな。はい、めちゃくちゃ確かに、使い込んだ感じの、グローブにはなっているので、もっともっとさらに使い込んで、はい、より渋いグローブにしていってください。はい、はい、ありがとうございます。大きい声で、お名前をお願いします。渡辺聡太です。聡太くん、はい、はい、お願いします。じゃあちょっとね、使ってるグローブ前に出していただいて、グローバルエリートの、はい、多分坂本選手モデルかな。はい、はいはい、じゃあちょっとこのグローブのこだわりとか、思い入れとかをお願いします。ボールが来たら何でも取れる感じがしてすごくいいグローブです。何でも取れる感じがしたのね。はい、実際は、実際は取れます。 OKOKOK、 いいね、取れるっていうグローブ、使ってるということなのであれば、はいはい、すごい、カメラの仕事ざわざわしてるけれども、たくさんたくさん、いいプレーして、ボールたくさん取っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、カメラに向かってお名前をお願いします。平川幸喜です。幸喜くん、はい、はい、お願いします。グローブ前にドンって出していただいて、おっと、ゴリラ印ですよね。はい、
やば、使ってる人はなかなか見ないので、こだわりだったりとか、あとは、なんかあればお願いします。自分の投げ方に合ったグローブを選んだので、すごく使ってて使いやすいなと思って、特殊重心だっけ、なんかあるよね、折り出し重心って、俺もちょっと勉強しなきゃいけない、あれなんだっけ、4種類投げ方があって、テストして合うのを見つける、投げ方に合ったグローブが種類があってか。じゃあちょっとね、僕も勉強不足のあれなんで、まあ、ゴリラ印ってその投げ方に合ったそのグローブというか肩というかがね、あるということなので、まあ、他の、今見てる皆さんももしかしたら投げ方に合ったグローブが見つかりやすいのかもしれないってことですよね、はい、じゃあね、せっかく自分の投げ方に合ったグローブを使っているので、いいピッチング続けていってください。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ最後は、キャプテンに来ていただきました、お名前をお願いします。はい、大山俊太です。俊太くん、はい、お願いしま す。今回ちょっとまあ長く喋ってもらおうかなと思うんですが、とりあえずグローブ紹介ということで前にグローブバーンと出していただいて、はい、おっと、これは叫びじゃないですか。はい、叫びです。の MR? MR、はい、あ、じゃあ俺も持ってるわ、はい、叫びの MR で、ちょうど中間の方で、親指芯薄くなったりとかってやつで、はいはいはい、じゃあこのグローブの特徴だったりとか、はい、思い入れとかをちょっとカメラに向かって、はい、まず、まあ、特徴としては、まあ、自分はここのところをカーブするのが好きなんで、まあ、よくこうやってして、じゃあちょっと補給面見せて、はい、すごい曲がってるよね。だからちゃんとここでボールが取れるってこと、はい、俗にアンパン型ミットってやつだよね、形が、まあ、はい、じゃあ、まあ、まあグローブ紹介はその辺にしておいて、じゃあちょっとね、どういうチームとかっていうのを聞いていこうかなというふうに思います、はいはい、まあまあ今ね、ここにカメラ映んないところにバーンとみんな選手集まってますけど、まあどんな選手が多いチームですか。はい、シェアシニアはそんな声出ないんですけど、よくないね、それは、まあ、それなりに声出ないなりに、まあ、その雰囲気を作って、そのまあ練習とか試合で、うんうんうん、をやっていくっていう感じのチームだと思います。コミュニケーション能力があるって言ったらいいのかな。あ、まあ、はい、今ね、さっきちょっと監督にもインタビューさせてもらったんですけれども、一旦の目標を関東大会っていうことを重く置いてるということだったんですが、はい、撮影時期的に言うとあと2勝すれば関東大会、はい、そうです、ということなので、まあ、まだね、2年生だし、まあ、始まったばっかじゃ始まったばっかじゃないですか、自分たちの代が、はい、来年の3年生に向けて、まあ、どういうチームを作っていきたいか、キャプテンとして、はい、そこをちょっと教えてもらえると嬉しいです。まあ、今やってる大会は、まあ、結構いいところまで来てるんで、まあ、あと2勝で関東っていうところなんで、まあ、あと2勝して関東大会出場して、関東であったチームとかを見て、越谷シニアに関東のチームの、まあ、いいところを取り組んでいって、まあ、3年生になったら良かったなって思えるチームにしていきたいです。じゃあ、最後になんですけれども、そろそろね、今の小6の選手たちとか、まあ、来年だったら新1年生、来年の新1年生、入ってくると思うんですが、まあ、そういった選手たちに向けて、まあ、ぜひ入ってくださいというか、こういうチームなんでぜひ来てくださいみたいな、はい、自分のチームの PR を、はい、6年生向けにお願いします。うちのチームは、まあ、本当に、まあ、指導者、まあ、大人たちは、まあ、とっても優しくて、まあ、本当、まあ、先輩たちも本当に優しくて、もう分かんないことがあったら何でも答えてくれるんで、まあ、この越谷シニアに入ったら、まあ、間違いないかなって思うチームだと思います。はい、はい、キャプテンね、ちゃんと喋れるキャプテンでよかったなと、はい、思っています。じゃあちょっと選手の皆さん一旦ちょっとこっち来ましょう、全員で移ろう最後、はい、ということで、本日越谷シニアのみんなの、グローブ紹介の方させていただきました。ということでね、最後じゃあ、誰に締めてもらえ、じゃあ締める人最後お願いします。越谷シニア最後、最後よいしょ、すいません、長い時間ありがとうございました。Yeah.